はい、青木真也モノマネチャンネルです。ライジン45で朝倉海選手がアーチレッタ選手に KO 勝利、大晦日4度目の正直でついに2回目のライジンバンタム級チャンピオンに輝きました。詳しい内容を見ていきましょう。朝倉海選手の大勝利で見事に成立したこの試合ですが、試合が決まるまでは本当に紆余曲折ありました。前日計量でアーチレッタ選手がまさかの 2.8 キロオーバー、試合開始の数時間前までファンには試合が開催されるかどうかアナウンスすらされないという状況が続きました。結局68キロの体重戻し制限かつアーチレッタ選手に事前にレッドカードが課されるという条件のもと試合が成立、賛否両論あったと思いますが、なんとか試合が成立しました。試合内容に入っていこうと思います。試合前からレッドカードが掲示されている以上、アーチレッタ選手は KO 以外には基本的に勝ち筋がないという状況。そのため1ラウンドから非常にアグレッシブに打撃を仕掛けていきました。朝倉海もそれに真っ向から立ち向かう形で会場が大盛り上がり、そして最後は朝倉海選手が衝撃の膝蹴りで KO。 アーチレッタ選手の体調が万全ではなかったのは事実ですが、この勝ち方はあまりにも衝撃的でした。余談ですが、ちょっと衝撃的だったのが試合後のアーチレッタ選手のマイクです。負けてしまったのになぜかマイクを手に取り、鈴木やろうぜ、やらないという選択肢はないんだのまさかの大暴れ。これちょっとびっくりしちゃいましたよね。今後はフェザー級でライジンに参戦していくということなんですかね。アーチレッタ選手がこれを機に日本を嫌いになってしまうのは個人的に残念だなと思っていたので、まあ良かったっちゃ良かったかもしれません。こうなってくると問題になるのは朝倉海選手の次の対戦相手です。佐藤翔光選手と井上直樹選手の試合が決まっているので、この勝者と6月頃に戦うことになるのでしょうか。元谷選手に勝利したモラエス選手も非常に強かったのですが、同じ JTT の仲間ですし試合をすることはないと思われるので、朝倉海選手の対戦相手の用意も大変だなと思いました。私の希望としては年齢的なことも考慮して早く UFC に挑戦してほしいですね。21勝4敗と戦績も綺麗で KO 率も非常に高いですし、 UFC 出場の要件は十分満たしているのではないでしょうか。以上です。